明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。イエイイエイイエイ。はい、始まりました。同時配信中。音静かにしてた。はい、始まりました。ライブコワン放送局、本日声拾えてるね。本日あのシャープ4です。イエイ、はい、4回目ですね。ありがとうございます、皆様。はい、水曜日の黄昏時、皆様いかがお過ごしでしょうか。本年もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今どこかというと、いつもあのいろんなところで配信してるんですけど、あの今日はですね、あの僕主催のイベントということで、あのめでたい、あの正月明けにちょっとめでたいイベントをやろうということで、めでたいというタイトルのイベントを今やってまして、本日最終日でですね、あのその会場から、あの会場の大須賀アートギャラリーさんをからからから配信しております。から配信しております。はい、はい、ね、ちょっと、緊張してますね、はい、今日、はい、久々ですね。もう神々ですよね。一発目から。あ、でもこの間ツイッターでも噛んだんで、もうちょっともうツイッターで噛むっていう、そうツイッターの文章でも噛むぐらいなんで、ちょっともう神キャラをね、もう定着させていこうかなと、で、まあ僕が噛んだらみんなあの拍手代わりに、あのちょっといいね的なことをしてくれたら、ね、ハートをいっぱいください。はい、噛んでなくてもください。噛んでなくてもください。噛んでなくてもください。はい、そうですね、うんうん、で、はい、じゃあまず一人目のゲストを紹介しましょう。はい、お願いします。はい、はい、じゃあ、いいですか。はい、呼びます。イラストレーターの、塩めどりさんです。はい、どうぞどうぞ。いや、はい、カエコバ放送局、記念すべき2人目のゲストですね。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。はい、はい、あ、そうですね、ゲストの、説明をさせていただきます。はい、小林です。はい、画面にちょっと入ってませんけどね、小林はあのスペースの都合でちょっと一瞬はけておりますけども、はけてます。はい、はい、よろしいですか。はい、説明お願いします。はい、塩めどりさんは、主に広島県を中心に、数々のイベントに参加されていたりと、精力的に活動されています。すごく細かくて、まあ、細くて繊細な絵を、描かれるんですが、その描くモチベーションってどういうところにあったりするんですか。作りたいものから入るんですよね。作りたいものから、あ、まずさ、作りたいものっていうあれが、 iPhone ケースがあるのは、あ、 iPhone ケース作りたいから、あ、そういうね、はいはいはい、iPhone ケース、そうですね、グッズやね、iPhone ケースが、なんか指が、ハプニングがね、ありがとうございます。iPhone ケースですね、これ。作りたくて、それだったらどういう絵を描いたら、こうバランス良くなるかなとか、そういうのを想像して、なるほど、描き始めます。グッズからじゃあ発想っていう感じになるのかな。そうですね。そのためにじゃあ原画を描くんですか。そうです。あ、なるほどね。クリアファイル作った時もそうだし、ごめんなさい、はい、缶バッジ作った時もそうでした。じゃあもうあれですね、商品とかグッズに対するフルオーダーメイドってことですね。そう、自分で自分のオーダーメイド。あ、なるほど、ね、でもそれすごい重要な気がするけどね。なるほど、それ用にってことだもんね。あ、なるほどね。だからこう iPhone ケースだと穴開いてたりするじゃないですか。うんうん、だからそこはスペースを空けないといけないとか、だからそこに、ね、大事なもんが入っちゃうと悲しいじゃないですか。ああ、活かせない。それでうまいことをデザインできると、自分の心の中すごいガッツポーズを上げて、なるほど。